土と水と光に生きる。ノーチューバー3周年春のスペシャル。これまで全国に誕生した農業の発信者ノーチューバーたちの中から、福岡県の中村美沙さん、今回は、はい、梨の剪定を佐藤さんにもちょっと、梨の剪定、はい、やってもらおうかなと思って、ちょっと道具も用意してんで、はい、すごい結構ですね、梨の間とかも太いので、ハサミを普通のハサミと、はい、こういうあの自動の電動のですね、あ、はい、ハサミと、はい、佐藤晴美です。栽培しやすいよう低くまっすぐにした太い枝から実をつける細い枝がたくさん、その芽を見極めるのが剪定です。今年の春どこから芽を出して、どこかどの枝にならせるかとかですね、それってコントロールできるんですか？それをしっかりやらないとならないんですよ。フルーツ作ってると夏の間しか仕事がないみたいな、はい、お客さんちょっとよく言われるんですよ、うん、冬の間何してんの、やることないでしょって、うんうんうん、でも実は冬の仕事が一番大事で、やがて実がなる結果は剪定次第。そう、こうやってすごい、これ全部こう切ったりしたり、分かりますかね、こういうところとか、はいはい、こう切り口には薬を塗ってたりするんですけど、お父さん、お父さんこんにちは。剪定に来た剪定に来ました。よりによって今シーズン一番寒い日間違いない。福岡久留米で100年続く中村家の3代目が豊さん、美沙さんは4代目。梨の花と葉っぱ、うんうん、この膨らんどるやつは花が咲くんで、はい、もう今年こういうのが残せば、はい、実が 1,2,3 個ぐらいになるんですね、はいはい、この間隔、はい、でこいつは尖っとうでしょ、は芽が、この膨らみ方が全然違う、ね、うん、はいはい、これ花が咲かずに葉っぱしか出ない、はいはい、だからそういったのを見ながら剪定するんですけど、はいはい、え、ま、ず大丈夫かなすごいビビたるさじゃないですかでもあのだからこれがもう今の時点で花を持ってるか持ってないのかって分かってて、こっちが持ってて、はい、こっちが持ってない、はい、分かりますかね、持ってる持ってない、実がなる実がならない、うん、実がなる実がならない、あのイチゴと一緒で花が咲かない限りは実がそこになることはないので、すごいもう指入れたら一発やけど本当ですねこれ大事な私たち の仕事道具で一人一台みんな持ってるすごいこれそう、これ楽しいんですよ。こいつなんて尖った芽ばっかりなんで、芽ばっかり、だからこれ花実がならないやつ、はいはいはい、でこいつをここでこう切ろう、切っちゃうめっちゃ下がってて、では晴美さん、ここでそこそこ、うわすごいじゃあこれも切ってみる、これもいいですか、こんなの切れる、おーすごい。でも切るより見極める方が重要。不正解ってもう言う不正解になるかな、これとかあれなんじゃないですか、違う、ダメ、それは1個もならない、1個はなる、あここはなる、そこは1個だ1個なるここだけ、枝1本に1個だとちょっと困るかな、うちらここからいいですか、いいですよ、でもこの子の上いやそれ元から切ってあ元からかわいそうかもしれないけどおーはいこれはもうなるんですよ、これはならない、それ細いんでね、うんうん、それはならない、これはいいですよ、それはね、この辺ってこれはね危ねこの来年の、再来年のことを考えるとああ、そっかそっか、ね、それ残したら、うん、今年こうなんですけど、はい、去年これがそうだった、はい、ね、この長さでこうだった、はい、そしたらね、はい、ここから全部花がいっぱいついてる、そうなんだ、うん、だからこれを今年はこう倒しちゃう、はいはいはい、ね、すごい、1年でこんなに、そうだ、1年2年3年っていろいろ枝によって、ね、こういう細いやつは大事に使う、うんうん、はいはい、
だんだん分かってきましたよ。これ聞いたらこれもじゃない、これもの人たち、これもこの辺か。あ、さすが。いや、本当本当さすが。すごい。あ、これもこれもならない。そうね。で、それちょっと太いんで、じゃあ元から切りますか。はい、はい、元から切るのすごい好き。うちの娘より全然。いや、そんなことないですよ。いや、初めてのね、最初の娘よりは飲み込みいいな。本当？じゃあこれも切ってみます。これ、これはだから細いでしょ。だからここですよ。おー、正解。はい。剪定しながらこんな技も。ねじっちゃう。ねじって縦の繊維をここに後で誘引するんです。枝が細く柔らかいうちに作業しやすい状態にしとくんですね。本当は皆さんここを結ぶんですけど、ちょっと仮です。なるほど。ただね、この枝に1,2,3,4個なるね、うんうんうん、こんなやつが、はいはい、こう実れば収穫も楽に、はい、さあ引き続き見極めて。これはですね、ここ1個でしょ、2個3個。お、素晴らしい。マジで。次の枝もうまく誘引しながら、いくつなるかわかります、はるみさん。ここ何個でしょう。これすごいなる。1,2,3,5個。ピンポーン。あ、こ、今これも5個って言ったのも、はいはい、この真上のやつを落としちゃうんですね、うんうん、ハサミでちゃうんですね。そっかそっか。だから 1,2,3,4,5 ぐらい、うんうん、いよいよ。そうだよね、なんかそんな気がした。最高やな。そして感じる春の気配、踏み出すもう一歩は果樹園の一角で春美さんの思いを栽培。おお、ちょっと待っててくださいね、はい、苗木から育てるのは甘い大粒シャインマスカット。私も大好物です。できるのか私に。今、ここは、うん、あ、はい、スタッフのゆうちゃんです。ゆうさん。ゆうちゃんです。あの、ゆうちゃんがハウスを建ててくれてます。これハウスの押さえとかになるんですけど。あ、で、ここからこういうふうにあの斜めのパイプが、太いやつが、うんうん、実際にはハウスの中入って棚を支えるやつになります。へー。なので、3の2の2の上半だけここだな、場所的に言うとここに1本植えます。はい。うわ、ここにとりあえずはるみちゃんの木を植えましょう。拍手はいいから、みささんがやるように掘る。ですね、もう刺してパコン、はい、上げてください。横に頭に血が昇る。一本の苗木でも結構深く大きく掘るんですよ。ういえ、もうちょっと、もうちょい、根が広がりやすいよ。はい、一旦じゃあこんなところで。石がすごい。ここにバークを、おお、あのふわふわので、よいしょ、これがですね、はい、苗木です。はい、
これは見て分かるように一つ一つ芽がついてて、あとでどこが一番いいかなっていうのを見て、そこまで切り戻します、はい、植えた後に、はい、で植える時は、はい、ここに置いてしっかり根っこが広がりやすいようにこう四方にですね、はい、こうして根が土に触れた瞬間から成長は始まってるんです。私の手の上からもうかけちゃっていいですか。さあ そんな感じでどんどんかけていってください。よいしょこれそうそうそう、ほぐして、あ、えらいえらいう、うん、育つんだよ。よいしょ、願いを込めてまずしっかり根付くように根元を踏み固めます。どこが一番大きく芽が出そうですか。ですねこれじゃない、それが出そうかな、うん、の時はここで切ります。ここで切る、はい、その芽の上から切除、はい、これで苗木の成長を促すんですって。ここですね、うん、そうです、次の芽の下、そう、はい、ここで切ってここから強い芽が出てくれることを願いましょう、うんうんうん、支柱を添えて、おお、こんな感じで、これが始まりなんですね。はい、これが始まりです。まだか弱い苗木、しばらく見つめてしまいました。自然なものというか、やっぱ果物とかって自然の力でぐんぐん伸びるのかなっていう印象があったんですけど、こんなにもこう細かいこう人の想像力でこういうふうにケアして、ああいうおいしい果物が育ってるんだなっていうのを知って、本当に自然とそして人の力が合わさった時に初めてそこに豊かさが生まれるんだなって思って、もうより一層興味が湧きました。この子を見守ってちょっと丁寧に一緒に育っていきたいなって思ったので、皆さんも楽しみにしていてください。丈夫に伸びて我が子よ。さーて次回は、次に前に 4K 畑の土作り、おお、勇ましい。ちょっと斜めにシュッて、そうそうそう、で一番ニラは魔法のしずく、すごいでしょ。どんどん学ぶべし。こっちか。